その日、あらゆるものが一瞬にして崩れ去った。바깥은좀어때요지옥未曾有の天変地異によって荒れ地と化した大都市で、奇跡のように倒壊を免れた一棟のマンション。다같이살방법을먼저찾는게우선이지않을까요구심점이될만한사람이있어야우리아파트를지키려면주민들이스스로나서야돼요만장일치김영탁씨가우리임시주민대표를맡아주시기로하셨습니다우리아차차왕국가자화이팅사에나이오토코から유토피아의권력자에저는이아파트가선택받았다그런느낌을받았습니다니들그얘기들었어아파트사람잡아먹는데라고했어밖에서사람죽였어도와주세요아파트는주민의거우리지금다얼어죽으라는거예요달려가여기다미친것같아야사람이어떻게그래가만히좀있어여기서쫓겨난다그치죽는다고男の正体が暴かれる時狂気が目覚めるコンクリートユートピア